アメリカ・カリフォルニアが戦いの舞台となるキアクラシック。決勝ラウンドに向けて日本の6選手が2日目に挑みました。 ANA インスピレーションへの出場権がかかる畑岡奈紗、5番パー5バーディートライ。これを決められず距離を残します。それでもこのパットを沈めパーセーブ。最終ホールでボギーとするもトータル2アンダー29位タイで予選突破。決勝ラウンドに注目です。今日は昨日よりパターが良くなった部分とまだまだな部分があったと思います。あと残り2日間ありますけども意気込みをお願いします。一つずつ伸ばしていけたらいいかなと思います。初日イーブンパー49位タイの宮里藍は10番からスタート。18番パー4セカンドショット。グリーンに乗せます。昨日ボギーを叩いた18番でバーディーを奪います。その後スコアを伸ばして迎えた9番パー4セカンドショット。パットの調子が良かった宮里藍はここでもバーディーを奪いトータル3アンダー18位タイで決勝ラウンド進出です。メジャー前哨戦で弾みをつけたい野村春京は10番からスタート。前半3つスコアを伸ばして迎えた1番のパー4。ボセカンドショットピンに寄せるナイスショットを見せ難なくバーディーを奪います。トータル3アンダー18位タイにつけています。 ANA インスピレーションへの出場を目指す畑岡は2アンダー29位タイ。宮里藍、野村春京ら4人が決勝ラウンドに駒を進めています。キアクラシック3日目以降は生中継でお送りします。ぜひご覧ください。